どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今日のテーマソングはね、いいですよ、チャールズ・チャップリンの作曲してナット・キング・コールが歌ったスマイル。映画モダン・タイムズで歌われた、もう世界中の人が歌える、これウクレレにまたぴったり合うんです。この曲やりましょう。英語ですけどね。はい。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。ただし、英語ですから、英語ですからね。はい。後半は、そこにまたちょっとリズムが加わって。で、この曲がね、溜めたりする、そのなんかこう、そんなところもかっこいいところなんで、その辺もちょっと表現してみました。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと楽しいんですよ。で、しかもウクレレだったらどんどんできますよということで、ガズレレというのをやっております。そうそうですね。皆さんね、楽器もやってみたいんだけど、私不器用なんだよな。私はね、不器用で、もう音楽の才能も昔から音楽通知表1ですとかいう方多いんですけど、安心してください。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルでは、そのような皆さんがどんどんできるようなプログラムがこのガズレレにはございまして、これをね、世界中の人がこう見てくださってて、今、何万人の方がもうガズレレで音楽始めてます。YouTube ですからね、いつでもどこでも、まあスマホでも見られて、無料ですから、ぜひ始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、このリンク先に行っていただいて、上の順番から、動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間です。皆さん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がもうすでに1300曲ぐらいはきっとアップロードされていると思います。今日みたいな洋楽、映画の曲もたっぷりあるんですけど、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の集める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もうね、毎日毎日しかも追加されてますからね。どんどん増えていく。しかもこれ音楽ね、これからね、聴くよりね、やる。これにどんどん変えていきましょう。はい。それではやってみましょう。チャップリンの作曲したナトキンコールが歌うスマイルガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。せーの。If you smile through your fear and sorrow, smile out maybe tomorrow, you'll see the sun comes shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that a time must keep on trying, smile, what the use of crying, you find that life, if this was wild, if you just smile. Keep on trying, smile, what's the use of crying?
マイル。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。このメロディーね。これね、なんとなくこのナットキングコールの曲を聴いて、ね、歌う、原曲を聴いてみると、すごくこう自由なタイミングもさーっと歌ったり、溜めたりして、その辺も決まりはないと思いますんで、その気持ちいいところをこう探して歌うっていうのがいいと思うんですけど、まあなかなかね、これ難しいと思うんですけど、まあまずはシンプルに4つで弾いて、英語でとにかく歌ってみる。この曲のね、全体像を掴むにはこの4つ弾きが素晴らしくいいと思います。で、これ一応フルコーラスで、ちょっと短めの曲なんですけど、それをゆったりやってみました。これをですね、ぜひ皆さんゆっくりでいいんで、英語もね、こう英語の勉強もなるし、まあまあ、すごくいいと思います。この素敵な曲奏でていきましょう。でね、今のシンプル簡単バージョン、テロップで見てなんとかできたよという方、どんどんやっぱりでも紙に書いて、YouTube の動画を見てできるようになった方は、今度自分だけで紙に書いたのを見て歌う。その先には覚えちゃって、もう本当空を見ながら歌うとかもいいと思うんですけど、まずは紙に書くのがいいと思うんですよ。そしていつもその参考になるようにガズがこうやってここに写して、皆さんメモってねって言ってるんですけど、はい、今このサービス始まってます。ガズクラブというサービスがあって、660円、毎月660円のクラブ会費をいただくと、これがですね、このデータとして皆さんのお手元に毎月5曲、ダウンロードできるという、そういうサービスになってまして、今日のこの曲はですね、ご提供できます。で、今日か明日か明後日、まあ、近日中、ちょっと当日ちょっと難しいかもしれないんですけど、なるべく大急ぎで皆さんのお手元に届けるように今、対処すると思いますんで、こういうサービス、皆さんご利用ください。このガズクラブでですね、楽のダウンロードのサービスの他にもイベント、オンライン、イベントをこのガズクラブ内限定でやったりしてるんですよ。ちなみにそれ7月4日明日14時からやります。今からでも間に合いますんで、お急ぎで申し込んでください。あそこでは SNS が回ってたりとかして、あといろんなねテーマを決めて投稿するページとかあったりして、なかなか面白いクラブ活動で今盛り上がってます。皆さん会員募集中よろしくお願いします。さあそんなわけで移していきます。これこのイントロはですね、デレレ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 って口で言ったんですけど、これあんまりこの拍関係なくジャカジャカジャカって言ったイメージでやってみました。はい、でここから歌が始まっていくんですけど、コードはすごくシンプルなんですが、やっぱり英語の歌のね、言葉のね、単語の発音とか、その言葉のタイミングですよね。それナットキングコールの歌を聞くと、ものすごい、なんとソウルフルに歌われてるんで、すっごい溜めたり伸ばしたりするところがキーポイントになります。まあ、今の新、デモ演奏はガズ流でちょっと やってみたんですけども。あ、ちなみにいつも言ってるんですけど、この、下の段にくるっと囲ってるコードは、後半やるかっこいいバージョンで、使うコード。ちょっと使い分けがありますんで、今のは上の段のシンプル簡単バージョンは上の段をやりました。この下に囲ってるやつは後半のかっこいいバージョンでやります。こんな感じで映しますんで、ちょっと一時停止してメモれる方はメモってください。ちょっと見づらいなという方はもちろん動画のテロップを一時停止していただくのがいいと思います。この黒い点がタイミングを測るちょっと参考になるかなというふうに思うんですけども、まあまあこんな感じになってます。はい。で、一時停止でね、メモっていてね。はい、ここがまあこんな感じか。コード進行同じで、繰り返しっていうパターンですね。歌詞が変わっていく。はい。で、ここは間奏がちょっとあって、ちょっとここだけだから尺がちょっと変わってますけど、はい。このパターンと一緒のコード進行です。ここ間奏をやって、今ちょっと口でラッパみたいに吹いてみましたけどね。そしてまたここ戻って、終わるよということで、こんな構成になっております。はい、じゃあ出てくるコード。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンなんで、今やったのはこの7個のコードでした。C、A マイナー、D マイナー、A7、F、G7、E マイナー、7。この7個のコードで、今、シンプル簡単バージョンをやってみました。これね、これですよ。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何だということなんですけど、これはですね、ウクレレで音楽始めようかなと思っている方に、一番最初に覚えてもらいたいコードのグループの名前でございます。コードっつうのは、こんな感じでいっぱいあるんですよ。これ星の数ほどあって、とてもじゃないけどね、もう数え切れないぐらいある。いやじゃあ困ったってなるんですけど、安心してください。ウクレレ始めて、ばっかり初心者の方。まずはウクレレにとってめちゃくちゃ、優しくて頼りになる、もうなんていう夢のようなコードのグループがあるんですよ。それをガズレレ必須コードと言ってます。これを覚えておくだけでもう大抵の曲ができます。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルの曲1300曲。この10個のコードを覚えておいたらもう8割9割はもうできますんで。まず、最優先でマスターしましょう。で、グループですからいくつかコードがあるんですけど、10個あります。10個もあるのめちゃくちゃ多いやんって思ったかもしれないんですけど、簡単なんですよ。
これも1個のコードだし、これも1個のコード、これも1個のコード。1個ずつ見ると全部簡単なんですけど、10個いっぺんに覚えようと思ったら、わーってなるから、私がめちゃくちゃわかりやすくこのコードの解説を動画でしております。ここ。このリンク先、ここに行ってください。ここ見たらね、この10個のコード、スイスイと面白おかしく、覚えられるという、本当に素晴らしい動画になってます。自分で言いますけど、はい。ぜひ必見です。そこで10個のコードを覚えたら、今日は自動的にそのうちの7個ですんで、はい。気楽にできるかなと思います。そしてはさっきも何回も言うようですけど、これコードはまあ簡単だとしてもですね、やっぱり英語のね、まず英語っていう、ハードルがあるのと、このリズムを溜めたりするのが、この、かっこいいところなんですよ。これやっぱりね、いきなりそういうのってちょっと難しいから、最初はかっちりかっちり歌ってていいと思うんですけど、なんかこう真似するように、なんか演奏する、その気になって調子に乗ってこう、やってみるっていうのが結構伸ばすかなと思います。ちょっとそういうのも歌い方もね、溜めたり伸ばしたり、このチャレンジしてみてください。じゃあ、ここから。かっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンはコードが2つ、ちょっとね、追加されますということなんですけど、まず、これ見てください。C メジャー7です。これね、大文字の M はメジャーです。上見て、E マイナー7、小文字の M はマイナーでしょ？はい。これ超簡単、簡単なんで、これシンプル、もう初心者の方も抑えられるから、C メジャー7。C メジャー7はここ！ここなんですよね。さっきは E マイナー7と置き換えたんですよ。C メジャー7の方が簡単なんだけど、これはガゼル必須コードのメンバーじゃないんで、あえてこうやってやってみたんですけど、こっちの方が簡単だからね。これずんの取り上げです。Smile to your holiday kid。 次 Smile。 これの方が響きがね、ちょっと落ち着いて砕けてる感じがして、はい、ちょっとジャジーな感じになると思うんで、 C メジャー7を使っていきます。あとはF のところで F マイナー、さっき F だったところ F マイナーでちょっと置き換える箇所が出てきます。これでやるとまたね、とろけるようなね、いい響きなんで。これは初心者の方が一番最初に突っかかる入門コードのね、代表の突っかかりコードなんですよ。まず押さえる場所、ここと、ここと、ここの3箇所。ここと、ここと、ここね。こうやって押さえるのが教科書通りの押さえ方になってます。はい。なんですけど、ガズはちょっと見てください。この一番上の部分を親指で押さえちゃう。これ。はい。出る音は一緒ですから、押さえてれば一緒ですよね。どっちでも、押さえやすい方でいいですよ。はい、どっちでも押さえやすい方で、親指で押さえたい方は手首をグッと上に持ってくる。人差し指で押さえる人は逆に下にこう下げていく。これがポイントになると思います。F マイナー、入っていきますんで、ここだけちょっとやってみましょうということでございます。で、弾き方なんですけど、これがね、まあ悩むところでございまして、一応ですね、ちょっとシャッフル気味の8ビート。ということにしようかなと思います。シャッフル気味っていうのは、いわゆるガズレレ的に言うと、8ビートにルンルンビートが混ざったという表現がいいかな。あ、こんな感じでやろうと思います。せーの。My, through your heart is aching.My, through is breaking. こんな感じ。C でやると、うん、だだん、だん。結構ゆったりしてる感じ。そしてしかもですね、このガズレレのかっこいいバージョンではテンポもちょっと感情表現の一個に、やってみてます。ちょっと例を示すと、ちょっと大きさにやりますよ。 My through your heart is aching. My head through is breaking. When that cloud in the skyまあ、こんな感じ、まあ、ここまで大げさにはやらないんですけど、その、ちょっと速くなったり、ちょっと遅くなったりとか、この辺も、こうなんか表現のうちに加えるのもまたこれいいかなと。その中で言葉をまた溜めたり、スーッと歌ったりとか、その辺のなんかこう、さじ加減が、なんかこういう曲の面白いところでもあるんですけど、まあ、もちろんね、音楽経験がない方はちょっとこれ難しいと思うんで、きっちり歌ってもいいと思いますよ。なんだけどなんか真似してね、やっぱこのニュアンスを掴んでいく。やっぱモノマネから始まると思います。私も結構そういうのがね、モノマネ力が結構好きなもんですからね、結構そういう感じでこう自分のものにしていくのがいいかなというのがまあアドバイス一つあります。そういうことで今日のリズムなんですけど、8ビートとルンルンビート、一応これを紹介しておきましょう。基本的には8ビートですよ、弾き方。ルンルンビートっていうのはそのニュアンスを汲み取ってもらいたいとか、ドン、チャッチャッ、シャッフルのリズムって跳ねてるリズムなんですよ。普通のリズムって、パッ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 、シャッフルは、まあ、跳ねてるリズムシャッフルでやってみようということで。はい、この二つの弾き方、ここにリンク貼っていきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中から8ビートとルンルンビート、ちょっと見てみてください。ルンルンビートっていうのはリズムの基本中の基本なんで、今日こういう機会に見直すのはすごくいいと思います。ただの8ビートじゃなくて、ゆったりしたシャッフルの8ビート。この辺がね、
またちょっと、簡単そうでいて結構難しいんですよ。で、これ、なんていうの、歌歌ってるうちにね、シャッフル感がなくなって、普通の8ビートになっちゃったりするんで、どんどんテンポも速くなっちゃうし、そんなのもこう意識しながら、ゆったりと、続けて、曲がこう、ゆったり流れていく。スマイル。笑顔。怖い顔してちゃダメですよ。これやっぱスマイルっていう曲だから。やっぱ、笑い顔で歌いたいんですけど、まあまあまあ、ちょっとそんなこともちょっと含めて。できればあと歌詞の和訳も読んだりすると素敵な歌詞なんですよ。そういうのもね、もう心持ちも歌に込める。いやー、やってみましょう。それではね、あとはね、結構シンプルなんですよ。特にこう、ほんと、決めみたいなのもそんなないし、そのなんか対テンポのストレッチ感みたいな、まあ空気感がね、この曲なんかすごくやっぱり大切にされると思います。そのモダンタイム、その、まあ映画のテーマソングですもんね。まあそんなイメージでやってみましょう。チャップリンが作ってナッキン・コールが歌っているスマイル・ガゼレレリューかっこいいバージョンやってみる。せーの。かっこいいバージョンやってみました。ああ、テンションがちょっと上がっちゃいました。なんかもうその気分になるっていうかですね、もう世界がガーッとこう頭にね思い描けるっていうか、まあこれはちょっとまあ時間かかるかもしれないんですけど、こういう曲をねウクレレでさらっとこう弾けるとまたねこう素敵ですよね。それこそなんていうのかな、もうウイスキーとか飲みながらこうゆっくり弾いたりとかしたらいいなーとか思っちゃう。秋の夜長にはこれできるようにね、ちょっとワンシーズン夏の夜こう練習するなんかも素敵だと思います。どんどん音楽楽しんでいきましょう。さあ皆さん、音楽楽しいでしょ。これね、皆さん周りの方にお伝えください。このガズレレ YouTube チャンネルどんどんご活用してくださいね。いいねとかチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。そして今このガズのいつも使ってるガズのわがままウクレレ、今のところセミオーダーもすぐ完売してしまって、またねこれも通常ラインもですけど、このセミオーダーもまあどんどん増やしていけるように、今ベトナムのもじゃくんと、まあ、スタッフ一同でちょっと一丸となっているんですけど、やっぱりハンドメイトでね、もういきなりボンとこう増やすっていうことはいかないんで、今ご注文いただいている皆様お待ちください。今ねもう発送されるところです。
まあ、その辺ちょっとね、いろんなやっぱ物流の混乱とかあるんであれなんですけど、間違いなく、進んでおりますんで、ご安心ください。よろしくお願いします。あと、いろんなね、ことありますよ。順番。まずこの赤い本が、もう大ヒット中でございます。リットミュージックの本、ガズレレの本。ほんと、これね、皆さんありがとうございます。ご活用ください。100曲入り。あと、他にも、黄色い本と緑の本とかね、ありますんでね、こんな、これも。あ、これもそうだ。増刷が決まりまして、ありがとうございます。あとなんだっけ、アプリ。アプリに40曲また新たに追加になって、アプリは今ね、1曲ずつのダウンロード、グループでセットのダウンロードで、だいぶいろんなことができるようになって、メトロノーム機能とか、画面がスクロール、自動スクロールとかついてるんで、これアプリ入れるだけ、皆さんのスマホやタブレットに入れておいてくださいませ。あと今ですね、このガズのわがままウクレレをプレゼントするキャンペーンが始まっております。このキャンペーンは、この G ラボっていう、こう、一つのね、ウクレレを制作する、まあ、チームの、リーダー、上田氏が書いてる、ザ・ミッションというブログの中で、それをやってるんですけど、クイズがありますから、それに答えないと応募できませんよ。ぜひぜひ、ちょっとこの辺で確認しておいてくださいませ。さっきもご紹介しましたけど、このガズレレの楽譜がノートのデータがスキャンできるというガズクラブ。これもね、今どんどん会員、ガズレレクラブ員が増えてます。ここでやるイベントなんかもめちゃくちゃ面白いんで、あと SNS でいろんなやりとり、こちらの方もぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではいろんなグッズがあります。キャップだとか T シャツ、あとこのストラップ。これもね、マイハニー、小杖さんがこう、ハンドメイトで作ってるものでございまして、なかなかいいですよ。あとはこの水引き、ガズの両親が一個ずつ作ってる世界に一個のこの水引き、ここ挟むだけですから、別にこれ外せばもう何でもないウクレレです。これが付いてると、あ、これ自分のウクレレで愛しいなとか思います。こういうのとかですね。あとはこれです。いつもご案内してますけど、ガズのデザインしたウクレレ、コンサートウクレレまで入るウクレレリュックサックなんですけど、これリュックサックなんですよ。で、こういうふうに横もにも持てて、ビジネスマンが持てても全然違和感がないということで、これウクレレが入ってるのはとてもじゃないけど思われないということで、あと中に開けると、譜面台が入るポーチ、これマジックテープでどこでも動かせるんでね、便利です。あとちっちゃいこういうポーチ、2つのポーチがついております。そして中はね、これもちろん生地は楽器用専用のものすごい分厚い楽器をしっかりホールドして守ってくれるやつなんで、ね、ぜひこのリュックも、チェックしておいてください。そんな感じでとにかく盛りだくさんのガズレレなんですけど、それガズレレホームページを見ていただくと、まあ大体のことがわかると思いますので、ここはいつもチェックよろしくお願いします。それでは楽しくウクレレしましょう。音楽がある、ね、日常っていうのは本当に豊かだと思いますんで、どんどんやりましょう。ありがとうございました。それではまたガズレレでお会いしましょう。さよなら。